って。これはね、2001年に来たから、だから23年目かな。23年目。まあ、長いといえば長いかもしれないね。大先輩ですね。いやいや、全然全然、まだこれからですね。日本に来たきっかけは何ですか？日本のきっかけはですね。あのじゃあ真面目に聞くね、あのやっぱ日本も長いでしょ、23年間だから、うん、辛いこともあっただろうね。辛いこといっぱいあったね、うん、まあ、最初はあんまお金なくて、うん、夜中スーパーが閉店するギリギリの時間狙って半額のお弁当とか、うん、250円鮭弁狙ってたね。すごい。でそれはやっぱり、まあ、電子レンジ何もないからもう冷たいまま食べたり、まあ、週2回ぐらいそういうのあってね、まあ、そういう時ちょっとね食べ物がなくて、牛の上石の上3年って言うんだけど、うん、まあ、やっぱり10年だね。あ、そんな3年でねなかなかねうまくいかない。それで若い人に言いたいのは楽しんでほしいね。もう10年でもね何でもいいんだよ、そのプロセスが楽しいからね。まあ、こういうのを食べながらですね、いろいろ話しましょう。いいですか？うん、お願いします。